おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。私がねブログを始めたきっかけって、まあ旦那さんがね、まあ今はもうやめちゃったけど、 PC 版のアウェーバのピグがすごく流行ってたのよ。あの千秋さんとかが自分のそのアバターみたいなのを PC の中に入れて、他の人とそのオンラインでいろいろとね、いろんなものを交換しようとかさ、何かを得てクリアしようっていうようなね感じのものがあったんだけどすいません、あったんだけど、今ねもうなんだっけな、あれよ、タブレットだったりスマホしかやれなくて、ちょっとね使いづらいかなっていうあれです。だからもうそれやめちゃって、うん、まあ放置しております。でそれをやりたいがために、まあアカウント取って、でそのついでっていうわけじゃないけど、アメブロもやれるようになりました。その前にね、あのヤフーの方でもブログをやってたんだけど、ほぼほぼ同じ内容でやりました、やってました。うん、だけどまあヤフーはね急にというか、もう採算が取れないって思ったのか分かんないけど、あの急に辞めるっていう話になって、でもうほとんどアメブロの方の、一本でやっております。まあね、そういうことをまあまあまあって感じなんだよね。まあ愚痴を吐く愚痴を吐くやつだったりだとか、あとそのブログネタみたいなのがあって、でそれを書き溜めていたりとかするし、あとまあねヒカキンさんのお話をしてたと思うんだけど、その話もちょっとねしてたりとかしてて、まあまあいろいろと頑張っております。はい、ただ収益はしてません多分そのいろいろと収益するためのなんかあれがあると思うんだけど、全然人は来ないしっていう感じですねうん、でまあまあ YouTube もねなんか似たようなもんだなと思う。なんかあのねブログじゃちょっと使い切れない部分があったりとかするし、なんか喋る人もね旦那さん以外にはほとんどいないんで、でじゃあどうしようと思ってやったのがこれ今のスタイルです。はい、あの他のね YouTube のあれで何だっけな、 YouTube のやり方みたいな、こういうことをすると収益上がりますよとか、に人数が増えますよみたいな感じのやってる人がいてて、その中でのテーマみたいなのがあって、 YouTube の時間どのくらいがいいのかっていうのでなんか言われてますよねあの本当に5年前ぐらいとかは10分以上した方がいいですよ、長尺の方がいいですよみたいな感じで言われてて、でそれの方が収益が上がりやすいとかさ、うん、取れるとかっていう話もあったけど、最近はもうなんか8分以上がいいっていう話があったりもするけど、それでもあれだよね、あの8分まるまるきっちりとこう喋り倒せるかっていうのもそうだし、他のさ YouTuber さんなんかでもレビューなんかでもそうだし、行方不明事件を主に使ってるとか、ね、そういうタック TV さんなんかは10分ちょうどぐらい
ギリギリで、まあ、撮影して撮影して、編集してでギリギリ8分から10分の間なったりとかしてるんだけど、うん、私の前でこういう雑談系だったりするからねえ、毎日ネタがあるかっていうとそうでもないんだよね。で一応ね、私はその台本があるわけではないので適当にっていうかその時の気分で喋ったりしております、はい、だから本当に何回か見ていただいてる方なんか分かると思うんだけど、本当に3分ぐらいで終わるのもあれば、行方不明事件とかね、そういう、なんだっけ、ヒカキンがどうのこうのとかっていう、ヤフーニュースになったやつ以外で、本当に10分以上、まあ5分以上になったのって、あんまないですよね。まああるんだけど、それは本当に気分が乗ってるというか、喋りたいことがあったりとかしてて、10分以上になってることがあったりとかしてて、うん。一応時間見ながらね、してます。今スマホでやってるんで、スマホのそのネックのところで何分とかっていうのが出てるんで、それを見ながらちょっとやってたりとかするんだけど、本当に初期の頃は、10分以上喋んないとダメだって思ってて、こういうね、一つの、テーマみたいなので、それで引っ張ってたよね。だから、あーとかいいとかうーとかさ、言ってたりとか、妙になんか、間が空いてるとか、間があったりとかしてて、他の話題に触れちゃいけないっていうか、入れ込んじゃいけないっていう考えがあったりとかしてたんで、だからね、間があった。だから10分とか8分ぐらいの時間の間に、本当に3分の1は、間というか、よくわかんない間があったりとかして、それをね、一色たりすると3分の1ぐらいがもう、本当に何にも言ってないし、喋ってないこと、があったなと思いましたね、うん、まあ初期の頃はそうだよね。なんかつかめてないっていうか、まあ、最近もそうだと思う、そうなんだけどさ、うん、はい、皆さんどう思いでしょうか。以上です。